しかも指揮をしているのはクリムゾンリーダーの一人だぜ。なんだお前か？何だこいつ。つまりまだ知られていないと。しかしなんでこのサムデラは ここまでついてきてるんだ。お前あんな世捨て人みたいになってるのになぜこんな現実に関心がある。お前完全ドリフじゃん。単独行動が好きだな。そんな離れなくてもいいのに。何このマップ。まあ面白そうだけど。敵は全滅、アッシュの死亡、敵が画面端に逃走。あ、こいつら何？画面端とここ？そうなの。クリムゾンリーダーってやつ。ランド、ヒットマン、キラーニードル、コマンダーギア、コマンダースーツ。こいつが。エンパイア、ガードドッグ、クリムゾンアーチャー、エンパイアトルーパー、クリムゾンアーチャー。うわ、どんぐらい強いんだ。まあ、攻撃力そんな変わってねえけど、なんか、このゲームクラス特性みたいなのあるから、油断できねえんだよな。トゥルド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 ゥルルドゥルルドゥルこれかとか、いや違うな。トゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥ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 。ちょっと意味がわからないんですけど、これ何ですかね。これどうすればいいんですかね。これあれ宝なくね。ここ宝ない。いやそんなはずあんの。宝探すの面白いけどめんどくせえな。あるこれ。なくね。まあいや別になくても大したもん落ちてねえし、まだ大したもの落ちた試しがない。宝でゴミしか落ちてない。大したものありそうなゴミしかない。まあ強いて言うと、いやこれ、あでもこれ違うか。2つに分かれてる。違う。大したもんだと思わせてのゴミしか今のところ落ちてねえから。なんもねえのこれ。なんもねえだろこれ。いいえ別になくて。でまずね、これ画面端に逃走っていうから、画面端っていうのはどっちを指してるのかっていうことなんで意味わかんない。引きつけて叩くって言ったけどさ、じゃあこれ何。これ何ですか。これ気づかないの敵は。これよく分かんないんだけど、この状態でバレてないってことは一体何が原因でバレるか。なんでこんなとこにアンラムがあって。いやでバレたんだけど、初期位置からどんどん動いてねえのに。はい、あ行きましょう。いや足を落としたのがいけなかったのか。早っ。何がきっかけなんだよ。まあ初期位置動かしてねえからホルクスだろうな。じゃあホルクスが、え何、足下ろしてダメなの。じゃあ何、ホルクスが、え、じゃあ何、どこまで許されるのか全然わかんない。何これはいいの。もういいや、めんどくせえから動かさない。めんどくせえ。
まあ要するにじゃあ塞げばいいんだろ、あの橋を。あの橋全員渡らして塞げばいいんだろ。はい。ちょっとこっちから移動できないの。いや、これはいいの。ここ見えてんだけど、これ。これはいいの。じゃあこれ、まあ、木がここにあるから木の後ろならいいって理屈なんだったらここもいいでしょ。まあいいよ、めんどくせえ。大体一気に叩くって言ってもこの数だと死人が出るぞ。毎回出てるけどさ、死人は。このゲームほんといい感じに人死ぬからな。他のシミュレーションが人死ななさすぎっていうのもあるかもしれないけど、ほんと死ぬからな。じゃあまだダメでしょ、こんな。なぜ気づかれないトルネード。ここで出たらこいつ逃げちゃうでしょ。1、2、3、4。まあ追えないこともないか。もう出ていっていいですか。もうこれもう死を覚悟だよ。まあこいつなら大丈夫だろ、生き残るだろ。いけ、もう死を覚悟の特攻しかない。このマップチートホセが活躍しそうな匂いが出てる。やべ、アイスストームで安定を取るべきだったか。強えな。頭の数、ライトニングシューター頭の数減らすのもいいよ。で、まあこっからなんだよな、問題は。ここまでは別にいいんだよ。誰が死ぬとは気にしてらんねえ。おお、お前は何しにそこにいる。もうこんな小細工いいから敵と戦った方がいいだろう。ちょっとこの右側の画面の使い方がよくわかんない。まあ逃げるよな。それを泥面が追うんだけど、めっちゃこっち逃げるじゃん。ホルクスいい。ホルクスは何なんだよ。これどうしてまずい、まずい、これ。相当逃げてるんだけど。しかも犬速いし。やばい、思った以上に敵の逃げるスピード速い。しかも全然仕掛けてこないんだけど。こいつな、お前は何なんだよ。じゃあお前もこっち来いよ。やばいな、これ。絶対逃げられるぞ。もう絶対逃げられるし。あえてこう、ちょ、ホセはまだもっともっと急いで行かないといけないから。待てや、ほら。ダメだ、こんなん全然ダメージになんねえ。ダメージのうち入ってない。とにかくこの犬をホセで追いかけないと話になんねえ。
まあ言うほど強くねえな、クリムゾンリーダー。そろそろかじゃねえじゃん、これ明らかに早いじゃん、早かったタイミング、明らか早いぞ。じゃあ魔法使えるよな、もうダメじゃんこれ。敵弱えからいいけどさ、やばい、これ犬が早いんだよ。またやばい、もう犬行ったな、ダメだ。ホルクスの意味が分かんない、あいつどうやって使うんだ。あのホルクスの描いたシナリオがよく分からない、あいつはどういう青写真を描いてあそこに存在しているのか。あいつが将来どうなりたいのかはよくわからない。あの橋を使って、息を潜めてます。そろそろかじゃないよ、まだだよ。これなら絶対にいける、絶対に間に合うよ。でも多分ここまで引きつけたら多分この逆の方向行くんじゃないか、なんかそんな気がしてきた。逆の方向っていうか今進んでる方向に行けるんじゃないか。なんかフラグがよく分かんねえな、このマップの。あ、もう何もやらなくなった。そしたら今度逆にこっちの方を塞いでっていうことでしょうよ。まあ敵が箱を押せるかどうかしないから、多分敵箱を押せないだろうから、ようやくこいつがいる意味合いが出てくる。行けアヌビスいきなりこんなやつが後ろから湧いてきたな。そして卑怯にも、あ、どうしよう、こっちの方がいいか、弓兵弱いからいいや。これは 100% いける。このアップちょっとホセ活躍の兆しが出てるね、今のところ弓兵が少ねえから。ホセ狙われないようにしよう。さあこれで敵がどう出るか、多分戻らねえと思うんだよな。あれ戻る、あやっぱそっち行く、あやっぱそうなるな、あそういうことか。じゃあこのターンまで待つのがこのシナリオの王道パターンってわけだ。こうやってばらけねえとあそこに置いたら見ねえからな。なんで仲しろよお前ら。でこう蓋するだろう。
多分これまだ蓋しねえ方がいい。多分蓋したらこっち来るから、そうだろう、そうだろう、ホセ。お前らちょっと待って、とりあえず。まあ待てよ。パス。で、ホセをよし、ホセをこっちに。地獄の処刑人がお前たちに向かってるぞ。弓いねえからな。処刑にホセ。そしてこのどこだ。サムデラ。なぜかと。なぜかヨステ人のはずが、ノリでここについてきた男。ノリで動く男、サムデラ。そしてこれである。正義の男だと。ジャスティス・セイント。ただし神明らない。お前一刻も早くキュービーハウスに行ってくれ。1080円を持って。なお、ドルメンはシニアカードを作成したもんよ。シニアカードを作成すれば、1080円のところを1000円で。大して安くなんねえんだよ。カード作っても1000円にしかなんねえんだよ。まあいいか。もうこっちが負けることねえだろ。敵弱すぎるよ、これ。で、多分、まだホルクス押さなくていい。おそらく。まだ押す必要ない。もう一丁。ここだ。で、敵側ひょっとしたら、押したところもう一回押してくる可能性あるから。まあ、そこは俺の腕の見せどころよ。おそらくこうして、バンと押して、その上でもう一回押すと、でさらにそこに乗ると。これで完璧だろ。完璧な場で婦人化できなかった。そしてこの男である、処刑人。処刑せ。一番苦しむパターンだそれ。一番ダメだ。もうこいつは苦しみも書いてる。処刑人として三流だな。そしてノリで動く男サムデラ。もうやめろよ、もう本当に。もう3回目だよ。せっかくのノリが良かったのに。ヴァンダルハーツというゲーム。まあいいや。もう1マップごとにセーブするよ。分かったよ。セーブすりゃいいんだろ。ただしこの動画は40分を超える模様。仕方がない。俺のせいではない。もうマジこれバグりやすいゲームなのかな。いやでもこれなんか傷、中古だから傷ついてんだよな。2000もしたんだぞこれ。中古で2000って考えらんねえよ。プレステだぞ。プレステ1のソフトで2000円って。めちゃくちゃ高いからな、ワンダルハーツ。コンティニューだっけ、こっちか。売ってねえんだよな、ワンダルハーツ。バーガーバーガーみてえに。そんなに作られてね、上に。世の中に出回ってる数自体が少ない。ドゥドゥル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 ドゥドゥドゥルドゥドゥ。まあマップが簡単でよかったよ。
この前2マップを連続でやらしといて最後バグった後しばらくやんなかったからな、進める時間がなくて。魔のゲームよ、ワンダルハーツ。しかしそろそろクラスチェンジが視野に入ってくるレベルではある。よくよく考えれば、もう50時20だからそろそろ補正躍進の時だな。補正とあと文句、ほんとマジで文句とあとフォークナイトか。補正のこいつは今んとこ何ら輝きを放ってねえからな、まあ、このアップじゃ補正ちょっと強いけどさ。あとラドこいつもアーマー、なんかアーマーの方がめちゃくちゃ強いのに攻撃力もアーマーの方が強いからな、意味わかんないんだよ。なんで攻撃力までアーマーの方が強いんだよ。多分アーマーになるとあの魔法に弱くなるっぽいから、そのデメリットあるんだろうけどさ、敵魔法使ってこねえんだ。後半になったら逆に魔法の方が増えてくるかもしれない。逆にアーマーバランスが悪いってことになるかもしれない。ひょっとしたら違うね、毎回セーブしなきゃいけないなんだよ。それにしてもこのゲームほんとカタルシスの塊だな。在庫ねえのも分かるよ。シミュレーション RPG としての欠点がない今のところ。ホセが弱いことぐらい欠点は、あと頻繁にフリーズする。これどうしようかな、こいつら行くか。このマップの弓兵のくせに弓を放たないという。まともに戦ってれば一人二人は倒せただろう。この条件だったらこっちだって死を覚悟で特攻してんのに。姿勢が悲劇を生むことになる。これはもうこっちでいいか。切って、これどうしようかな。クラチェンを視野に入れてレベル高いやつで倒したところだな。それともまあアシュレ行くか。今日は死んじゃうの、嘘でしょ。
そこはお前撤退しろよ。俺がどれだけクリムゾンリーダーに期待してたか分かってないな、こいつら。どれだけ俺が期待してると思ってんだよ。一回も攻撃せずに死んだぞ、あいつ。もう解散してくれ、その程度の集団だったら。あれ、ここに登ればいいんじゃない、これ。これもうどうしようもないだろ、これ。もう俺がどれだけクリムゾンリーダーに着目してたと思ってんだよ、こいつら。ひどいな。死ぬほど、死ぬほど弱え敵が。持って殺すだけのゲームじゃん、これ。再現した。お立ち台に乗る不審者を見て引き返す犬の図。そりゃそうだ、あんな不審者がいては。よし、その不審者は今度こっちにもある。これどうしようかな。意外とこの左に逃げたやつが足が速い。さえいなければ。ギガヒーリングって何？メガヒーリングからソーマーおかずに覚えたのに、これつしかもこれ回復量もやばいんじゃねえの。もうちょっと待ってくれ、もう文句にした意味、文句にした意味を教えてくれ。文句の理を教えてくれ俺に。文句が弱いっていうか、もう普通の魔導士が強すぎるってのもあるかもしれない。ギガヒーリング、ほんと調整レベルだろ。あ、これもう押したら、もう押したら最後なんだ。あ、そうなんだ。まあいいけど、別にこんなこと負けることはいいんだよ。俺もう1回、2回ゲームオーバーになって一回バグっていくから。ヒーリングサークル出た。あ、自分中心か。あ、でも回復もできるのはでけえな。こっちの文句は結構使えるな。回復役増えなきゃいけない。マッチの文句はクソだけどな。バランでいい。虐殺が始まる。なんてひどいステージだ。どっちが悪者か分かりゃしねえぞ。全部殺し、全部殺してしまった。敵はただ偵察に来てただけなのに、皆殺しにしていくスタイル。そして何の反省もしないという。セーブすっか。先セーブしないと何が起こるか分かんねえよ。
一応データを開けておこう。あ、これ話したっけ、話したか。すまんな、それはお前が不女子だからそう思うだけだ。お前はそういう5人の指揮官、並外れた戦闘能力を持ってほしいと思ってるその妄想はそれを育て上げただけだ。実際は全然大したことなかった、お前の妄想だ。今お前はクリムゾンリーダーのケツでも追いかけたわ。もうこんなもんねえ。あ、紅茶キノコ使えなかったな。これなんの？ストレンジバナーってなんなんだこれ。あ、これ多分強くなるのかな。なんかパワーアップのアイテム版みたいな。ハテナハテナじゃねえよお前。なんか売れた。でもいいな、こんな。何がハテナハテナだよ。ただの麻痺じゃん、これ。